ですね、震災の時は最初ですね、揺れはひどかったんですけども、そんなひどくないだろうということで、器をですね、棚をちょっとこう押さえてたんですけども、途中からもうひどい状態になってビルが潰れるんじゃないかと思いまして、それでもう店を出て、それで外で様子を見るということにしました。器をですね、要するにこう震災当時は皆さんもとにかく生活がたあのたあの生活しなくちゃなんないので、もうほとんど捨てたんですよね。ですけども、後で気がつくと、ちょっとぶつかったものとか、ちょっと欠けたものとか、そういうものが結構、皆さんそれぞれお持ちだったわけですけども、それを普段使いにすると、ちょっと手を引っかいたりとかがありまして、それで使えないので、大切にしてるんだけど、捨てられないけども、使えないということで、結局置いとく状態だけになってたので、私は以前に金直しを教わったので、やってみようということで、ボランティアって言ったら変ですけども、材料費だけいただいて、金直しをしているという形ですね。それは昔から修理して使うというのは日本人の一つの知恵ですので、かけた分は補修して、それに新漆っていうものをかけて、それに本物の金をかけるわけですね。をお持ちになった、もう直してほしいっていうのがお客さんいらっしゃったんですもう200個以上は直したんじゃないかと思いますので、修理時間も結構かかりますそうですね、大体3日から4日は随時ですけどね、やっぱり乾くとかそういうものがあるんで、大体4日くらいは見てるんですね。いっぺんにはいくらあえても乾かなかったりなんかするので、1日ではできない、やっぱりこう時間を置いてやらないとダメだということなんですね。やっぱりその方の器に対する思いっていうのがこう伝わってくるので、私はやっぱり非常に好きな作業ですね。やっぱりどういう器を大切にされてるのか、やっぱり器はやっぱり一番こう日常生活の身近な道具なので、やっぱりこうそれぞれやっぱり器の方がそのに対する思いっていうのがやっぱり伝わってきて、それはもうこれからも続けたいなっていう感じがするんですけどね。